ただいま。おかえり。疲れた。さあ。飯なんかある？あるわけないやん。なんか冷蔵庫のやつでいいからなんか作ってや。え、食べに行こうやん。いやもう食べに行くもしんどい。じゃあリキヤが作って。俺お前何時間働いと思ったんだよ。寝とっただけやん。寝てへんわよ。何もないで材料。うん、あるわい。真ん中。カレーでいい。え？カレーでいい。うん、いいよカレーで。できたよ。カレーか。いただきます。わかりなさい。あは、うまいか。うん、おいしいわ。料理そろそろ覚えへんの。うん、サラダは作ってるやん。あれ切っただけやん。どないしたん？もうお腹いっぱい。お前、手かけにして。うっ、みやび？みやび？ただいま。おかえり。疲れた。帰ってきてくれた。うん、帰ってくるよ、そら。ずっと待っとって。これ、はい、お土産ようキャッチャーに取って。みやびに？それで？これ見た瞬間、お前の顔が浮かんだわ。ありがとう。うん、見て、赤い糸に繋がってんの。うん、じゃあ繋げとかなあかんな。いや、大丈夫大丈夫。ありがとう。ご飯は？そんなないよ。え？俺、腹減ってねえけど。どうしよう、どうしよう。作ってよ。無理。なんで？だってそんなんできんよ。いや、できるって。できません。もうカップラーメンとかでもええわ。疲れてる。みやびも。何に疲れた。待ってたからな、疲れて。作ってよ。これ作られへんね。もう俺が作ろうか。うん。お前材料全部ないやんけ。ないよ。買うてきてくれや。無理。いや、それぐらいいけるやろ。無理やって。言ってくれや、それぐらい。お前涙出てへんやないか。嘘泣きかい。嘘泣きじゃない。嘘泣きやろ、この大根役者。嘘泣きじゃない。あー、息臭いの。嘘泣きじゃないもん。泣いてへんやんけ。泣いてる。あー、嘘泣きばかしやがって。おー、嘘泣きじゃない。笑っとるやないかい。涙出してみ。くそ。臭い。お前の方が臭いわい。せーの。はい、お前の負け。どこが痛いの。痛いもん。見せてみ。全然痛そうじゃないね。痛っ。みやび、みやび。お帰りなさいませ、旦那様。本日もお仕事お疲れ様でした。ただいま。どうぞ。はい。本日の業務はいかがでしたか。あ、順調だったよ。そうですか。お店の方も順調でしょうか。はい。そうですか。それはよかった。不明な発信者、仕事の電話や。はい、どうも失礼します。はい。恐れ入ります、旦那様。お忙しいとは思うんですけれども、撮影中はですね、携帯電話マナーモードにしていただけますと幸いです。マナーモード。すみません。どないしたんじゃ今
それではですね、明日の予定をお伝えさせていただきます。明日？はい、午前11時から徳野様と新事業の打ち合わせ、午後3時から社内会議、午後6時から北村さんと会食となります。はい、え、それって会食ってどこ行くんだっけ？会食はですね、旦那様のお店アホちゃうコートをお伺いしております。あれ、そうやったっけ？はい、え、徳野さんとの新事業の打ち合わせ内容何やったっけ？新事業はアイスクリーム屋さんの新事業とお伺いしております。徳野さんの店の、はい、はい、そうです、なんかコンサルだったっけ？はい、そうです。あー、忘れとった。はい、社内会議の内容は？社内会議はですね、アホちゃうこの新メニューそうですね、そう お伺いしてますが、はい、はあ、なんかいつもとなんか違って。そうですか。うん、全部把握してるのすごいな。はい、うん、助かるわ。ありがとうございます。あれは？メシは？あ、夕食ですか。ご用意させていただいてます。珍しい、そんなの。珍しいですね。はい、わしゃゴリラか。みやび、みやび、なんでこんな遅い時間まで起こさなかったのじゃ。あ、どれさんじゃ。なんでこんな遅い時間まで起こさなかったんかって聞いとんねん、我。あ、いや、起きひんかった、お前。あ、あ、飯はなんもないわ。そこだけわしの席や。名前書いてへんよ。わしの席やからどけや言うとんねん。で、飯なかったら作ろうか買ってくるかせえや。あ、作ろうか。うん、そこどけや、買ってくるか作ろうかせえや。風媒しようか。あ、それはええわ、どけ早く。そう、どけって言っとんねん。あ、あ、飯言っちゃう。危ないな、ほんまに。なんやお前、タバコ始めたの。一服するのやってられんわ。寝起きで？うん、電話来た。あー、君、うん、うん、ちょ、今からパチンコ行こうか。うん、オッケーオッケー。うん、そう、あいつも呼んどってや。こないだおったやつ、おもろかったしな。うん、おい、じゃ、ほんなら、どんきまえな。オッケーオッケー、はーい。ほんなら、わし行っとくるからな。お前、ちょっと最近遊びすぎや。ああ、普段わしがどんだけ育児やら仕事やらやっとる思っとんねん。何もやってへんやんけ。やっとるわ。誰のおかげで飯食えとんねん。ああ、やんのか、こら。やってみ。お、やってみ。おこら、やんのか、おい、こら。お、こら、お、こら、上等とんちゃうぞ、こら。お、こら、お、わらい、こら。お、おい、ボケなすよ、こら。お、このヘタレが、おい、陰キャ。おい、ほんまは下手るやろうが、この陰キャ。お、生きってそれタバコちゃうやろ、ただのデジ新車のベイビーやろうが。ほら、はい、お前パチンコ言いながら、お前あれパチンコちゃうからな、お前。お、いつもやっとんの、お前スマートボールやろうが。みやび、みやび、はい、よく寝た。スイーツの時間だ。ウーバーイーツでも呼ぼう。何食べようかな。なあ、明日さ、ご飯であれ何時どこ行くんやったっけ。どうしたんだい。いや、だからご飯何時にどこ行くんやったっけ。もうここから動けない。いや、質問に答えてくれ。ウーバーイーツの時間だ。いや、だから明日何時にご飯行くんやったっけ。ご飯はいい、ウーバーイーツで食べる。もうここから動けない。え、そうだ、そこにあるお菓子を取って。お腹が空いたんだ。え、焼肉行かへんの。焼肉はじゃあ持って帰ってきてくれる。あ、ほんまに行かへん。行かない、だってここから動けないから。え、絶対行かへんの。絶対にここから動けない。言ったで。もこれを開けて。うん、開けるけど言ったからな。焼肉行かへんねんな。なあ、テイクアウト今日行かへんねんな。行かないよ、絶対で。なあ、証拠動画撮っとくわな。はい、今日焼肉行かへんな。焼肉行かへんねやろな。動かれへんねやろ。ここから動けないやろ。焼肉行かへんな。ほら、もうミーヤと二人で行ってくるわ。行く、行かないよ。行くけど、行くけど行かないよ。そういうこと、行くけど行かへんって。わかった、もう行かない。ああ、絶対に行かない。絶対行かへんな。はい、うん、だってここから動けないから。ってことは、あさってのカニも行かへんな。カニ、うん、
ここから動けはれへんやろ。ここから動けないやろ。じゃあカニは行かへんな。今は行かないって言わないといけないから。なんでやねん。行かないよ。行かへんな。はい、太郎、明日二人で行こうか。明後日か、二人な。分かった、じゃあさ、これ開けてくれる。自分で開けたり。動けないんだ。動いてるやん。もういいわ、開けろ早く、はい、ありがとう、うん、これが美味しいんだ。うんうん、美味しい美味しい。ほな、うん、もうそれあるからもう焼き肉行かんねえな。ほな行ってくる俺な。マッサージして。えマッサージして。マッサージ、マッサージね。お前しようか、ほんまに。痛い。ちょっとちゃんとマッサージして。足して、足かゆいからかいて。お前水虫じゃん。お前くさみやび、みやび。ただいま。あんた洗濯干して言うとったのに。なんや、やってへんやろ。どれ、今日はやっといて言うたのに。や、いや俺これ野球帰ってきた後やんか。ほらまた裏返し。これほんでな、さっきな、下でな、田中さんがな、あんたの悪口言うとったわ。お前、この間田中さん亡くなったとこやんけ。田中さん亡くなってへんわ、あれ山本さんやん。田中さんがな、あんたの旦那さんは全然挨拶もせえへんしな、冷たい言うとったで。あれ、毎回愛想もないって。いやいや、あのおばはんが一番愛想ないやん。私が文句かばうんやから。ずっとずっと文句ばっかり言われた、あんたの。でも隣の小林さんも言うとったで。なんて。え、お宅の奥さんはな、ってほんまに朝から。嘘つくな。え、パチコイとったらあかんで。朝から臭いし、ほんまに。でゴミも分別せんと出していて。あ、そんなんし、みやびはちゃんとゴミ分別してるけど、あんたが全部生ゴミ、ペットボトル全部一緒にするんやろ。スチール缶とアルミ缶は分けてます。は、何言うとんの、ほんまに。あんたほんでこれお菓子置いとったけど食べた。これほんら雪のやつ、あんた好きやろ。太るわ。いや、太らんわ、こんなぐらいじゃ。さっき食うたらあかん言って。そんな言ってへんよ、私は。え、私はそんな言いません。ちゃんと食べや。あんたちょっとあの、最近の元気、顔色悪いからちゃんとご飯食べなあかんで。いや、栄養あるご飯にして、お菓子じゃないし。ほんで今日ご飯作って。いや、作るよ。いや、今日なんかあんまりもうあったかいな。あら、なんもない、なんか映ってるで。みやび、みやび。わあ、サブ、ただいま。おかえり。何それ。ん、これ宮地の。うまそうや、1個くれや。ダメだよ。なんで。あ、1個くれや。ダメだって。なんで。これだって宮地が買ったんだから。え、これ4000円もしたんだからダメ。なんで4000円のやつ買うとんねん。いいよ。ありがとう。あ、食べられた、食べられた。ねえ、リック一緒にお風呂入ろう。絶対入らん。絶対一緒に入ろう。入りません。入りません。ねえ、一緒に入ろう。入らへん、伸びる。これもこもこで気持ちいいね。もう伸びる。リックこれ気持ちいいわ。でもちょっとなんかもこもこ感ちょっと薄れてるけど気持ちいいね。これ似合ってないけどこれ気持ちいいわ。喉詰まったの大丈夫？大丈夫？ね、もう元に戻れ！リキよ。はい。焼肉行こう。やっと戻った。何が？今までこんな奥さんやったらいいのになって思うのいっぱいあったんやけど、でもやっぱりいつものみやびが好き。ありがとう、大チキ。オッケーでーす。はい、終わり、終わりでーす。今笑顔がいけてた。終わりでーす。いけてた。よし、いいか、行こう。ほんま。いや、あ、お前行かへんって言ったな。え、みやと二人で行ってくろ。よし、行くも。ほんで、あの先週ね、こういろいろお話ししたと思うんですけど、みやびは普段からまあいろんな側面があると。まああのそれぞれのキャラクターを全て複合したのがみやびと言っても過言ではないぐらいいろんなとこを持ってると。真面目なとこもあれば、そ
そういう泣き虫のとこもあれば、うん、ヤンキーみたいなとこもあれば、うん、っていうところを TikTok では動画にしてるんやけど、どれもみやびですと。自分でも分からんけど、みやび俺は秘書が一番いい。でまあいろんなみやびがいるけど、まあ今のみやびが一番大好きと。大好き大好き。それでは次回みやび動物園バージョンやります。バイバイ。今回ちょっと NG がいっぱいあったので NG 挟みます。ドン。これ取れてだってチコロ強いやもん、ね、な本当に痛かった。あ、行ってこいや。え、食べるんかい。これ産地どこ。フィリピンです。どうやって輸入したの。タマデで買いました。タマデで買ったフィリピンさん、はい、フィリピンがどうやってこれ持ってくるの。それはちょっとタマデの社長さんに聞いてください。言葉とかえらい普通になってきた。あ、これでもそうなの。悪い。キャラがブレたんですよ。怖かった。怖かった。怖かった。おどれこれ演技や言うてもな、やりすぎちゃうよこれ。お、あれ、笑っとんかいこれ。やめろ。本気で殴ったみやびのこと。本気で一回殴ってみたのか。うん、いいよ。一回本気でくれ。いいよ。これが女証拠です。DV 男、DV 男、DV 男、DV。はい、僕はデブです。通称 DV。デブ。蜂蜜が食べたいな。ポー。ここは僕のお家じゃないですか。ここは僕のお家じゃないですか。誰？あ、家間違えた。ごめんね。気持ち悪い。いっとこ。宮地、ごめんね。宮地。ニャチ、行こう。ニャチ、ごめんね、ごめんね。ね、ニャチ。ね、リキチ、リキチのこと聞いて、一緒にお風呂入ろう。ね、一緒にお風呂入ろう。ね、一緒にお風呂入ろう。あ、それ行こう。ゴー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 。ね、ごめんね、聞くよ、聞くよ。はい。はい。はい。